7人組グローバルグループエンハイテンが14日初の東京ドーム公演を行った5日にリリースした日本で3枚目のシングルユイユーのタイトル曲バイトミージャパニーズバージョンを含む全26曲を披露し満員のエンゲネを魅了した K-POP ボーイグループでは最速となるデビューから2年10ヶ月での日本最高峰のステージに2位 k 1 7は 人生で一番幸せな瞬間です、と笑顔。リーダーのジュンゴン、19、も、これ以上の幸せはない。いつも幸せで嬉しい時はエンゲネがそばにいてくれた、とファンへの感謝を述べ、会場からは大歓声が上がった。